ドワイト・ライマン・ムーディーは、アメリカの大衆伝道者、ムーディー聖書学院の創設者。日本語では、D.L. ムーディ、ムーディ,ームーディー、ムーデーとも表記されることがある。このカリカチュアに現れているようにムーディーはスーツを着て、説教を行うのが特徴だった第三次大学生の代表的な伝道者、牧師である。ムーディーの最大の特徴は、進学教育は愚か。 まともな学校教育も受けてこなかった点にある。伝統的なキリスト教社会では、進学の知識は宗教的指導者にとって重要な要素であった。しかし、福音主義に基づくアメリカでは、すでに第二次大学生において、例えば、チャールズ・フィニーが、教えの正しさは実践の場で使えるかどうかと論じるなど、進学的な厳密性は重要視されなくなっていた。 それでもフィニーはまだ元弁護士であり、基礎教育のほか、弁護士として、弁舌の訓練も知っていたが、ムーディにはそれも、なかったという点が、それまでの福音主義の伝道者とは大きく異なっていた。ムーディは無学だったものの、改心を得てからは、おじの影響で経験な生活を送り、やがてシカゴにおいて、ビジネスで成功を収める。そこから、貧困層のために、 スラム街に日曜学校を開き、市長との交渉や日曜学校祭の発行といった手段で、これも成功に導き、事前活動家として有名となった。1860年には成功したすべての事業を手放して、資金を用意するとそれを元手に伝道活動や、事前活動に専念するようになった。同年には YMCA にも参画し、貧民救済や、 南北戦争の傷病兵や戦場への救援といった活動を行った。やがて資金が底をついてしまったが、ムーディの人となりと活躍を評価した街の有力者たちやビジネスの成功者たちから寄付や協力の申し出が集まり、ムーディの活動はさらに大きなものへとなっていった。さらにムーディはスラム街に貧困階級のための教会を作ると、その初代牧師として振る舞った。 この教会での説教において、進学的素養が全くなく、特定の教派に所属していたわけでもないムーディーは、普通のサラリーマンが着るようなスーツで、信者たちへ説教を行った。語りの上手さに加えて、都会の労働者を考慮して、説教の時間を決めるといった配慮によって、伝道者としてムーディーは信者たちの人気を集めた。リチャード・ホフスタッターは、彼は、 アメリカ福音主義の新局面における並ぶ者なき指導者だったのみならず、アメリカプロテスタンティズムの最も重要な人物でもあったと評する。今では世界的に見られる独立系協会の走りとしてムーディーは評価されている。ムーディ聖書学院学歴はなく、信仰の道に入る前は基礎的なキリスト教の知識もなかったが、後には誰にでも理解できる説教をする。 名説教化だった。ありがとうございます。